はい、こんにちは、あきねです。今日は、まあ、前とだいぶ前に撮ったラジオ感覚みたいな感じで、まあ、好きな飲食店、まあ、この時期であんま行けないと思うんで、今日は好きな、俺が好きな飲食店について紹介していきたいと思います。でもまあ、俺はもう専門家でもないし、なんかめちゃくちゃ詳しいってわけでもないんで、もう独断と偏見で喋っていくんで、でまあ一個人の意見として聞いてもらえる方だけ聞いてもらえたらなと思います。で結構長いと思うんで、まあよかったらラジオ感覚みたいな感じで暇な時にでも聞いてあげてください。なんかしながらね、洗濯物畳みながらとか、お風呂入りながらとか、何でもいいと思う、何でもいいんでじゃあ話していきます。まあ前にもこういう動画撮ったと思うんですよ。ランキング付けして、でまあそれも含めて、まあいろいろ紹介してきたらなと思います。まず自分はまあお金も大してなくて、貯金とかお金もなくて、でだからしかもめっちゃ食べるし、外食するならね、普段はあんま食べへんけど、外食するならいっぱい食べたいし、食べ放題とか大好きなんですよ。でそういった面で言うと、やっぱり和食佐藤がいいですね。佐藤最近すごいいいなって思ってて、今やったら柿のフェアしてあるんですよ。柿ってあのな、海の柿ね、海の柿のフェアしてやって、でなんか柿の天ぷらとか、柿のなんか、柿の軍艦、柿軍艦と、あとは柿の天ぷら、言ったな、柿ご飯とかやってやったっけな。柿ご飯はないかけど、なんかおろし柿とか、うん、いろんな牡蠣があります。でそういった面でなんかいろいろ季節によって変わるし、値段も高いかって言ったら、まあコースによってバラバラだと思うんですけど、自分がいつも食べてるプレミアムコース、豚のプレミアムコースは2500円プラス税で、2800円ぐらいかなで食べてるんですけど、すごいハマってますね。めっちゃ美味しいなと思って。しかもまあ自分の近くのあの佐渡とか結構行ってるんですけど、いや結構店員さんがすごいっていうか、まあお世話になってる人もいるし、大好きな人もいるし、まあその他にも結構他の店員さんとかすごい優しくて、まあでもどこの店舗でもそうやと思うんですけど、やっぱ店員さんとか、飲食店どこが行きたいってなった時に、まあ味もそうなんですけど、接客、あとはまあ立地条件、駐車場めっちゃ狭かったり、めっちゃ交通の便が多いところとかやったら行きたくないし、まあ立地っすよね、立地、まあ味で、あと接客、あとは気持ちよさ、入った時の気持ちよさとか、そういうのは多分人間どうか平均で出してると思うんですよね。そこで結構自分は和食里は結構いいかなと思って、ちょうど2時とか3時ぐらいに行くと結構人も少なくて結構いいんですよね、本当に。で何やろう、食べ放題、国産牛のやつ一回食べたいなと思うんですけど、結構3500円とか結構高いんで、まあ、もうちょいお金稼いでたらいっぱい行きたいなと思ってるんですけど、なんかいくら丼とか食べられるしね、季節によっていろいろ変わるってのがいいっすよね。で結構自分好きなのがしめ鯖食べられるんですよ。しめ鯖、しかも国産ので、行った時には必ず10皿ぐらい頼んでますね。店員さんどんだけこいつ食うねんって感じ思ってやると思うんですけど、でもしめ鯖は頼んでますね。すごいしめ鯖美味しいっす。そうですね、しめ鯖ハマってますね。熱くなってきたな。であとはチャームシ結構ハマってますね。チャームシも行った時には3つぐらい食べるし、結構美味しいなと思って、銀杏入ってるからすごい美味しいですよね。いや銀杏も鶏肉も入ってるし、しかもあのサイズ結構ちっちゃいじゃないですか。
こんぐらいで、こんぐらいで、で、このコップよりちょっとちっちゃみぐらい。すごいハマってて、美味しいっすよね。うん。まあなんかサイドメニューが多くある店っていいっすよね、ほんまに。で、あと食べ放題に付随して、あそこ、ステーキガスト。ステーキガストして、ステーキガストも美味しいです。あれ、茶色いカバンのステーキガスト。うん。知ってある方多いと思うんですけど、なんか、あそこも食べ放題で、サラダバーいっぱいついてると思うんですけど、自分はその食べ放題で、まあ、ステーキはなんか安いもん頼んだり、なんか今とかほんまサラダバー単品で頼むこともあるし、最近はあんま行ってないんですけど、サラダバー単品で頼んで、野菜とかもいっぱいあるんですけど、ひじきもあって、あとなんかの和え物あって、カレー?コアンとカレーがおかわり無料ってやばくないですか？ほんま普通に考えてやばいよね。で、そういうので結構行ってます。で、マジで、なんか、ご飯もいっぱい食べれるし、野菜もいっぱい取れるんで、今は結構自炊結構ハマってて、あんま行ってないっていうか、もう佐藤とかになっちゃったんですけど、昔は結構行ってましたね。昔ってまあ1年前ぐらいは結構一人で行ってたり、友達と行ったりしてましたね。結構おすすめっていうか、お金ない方とか、まあ外食したいけどちょっと高いなっていう人、結構おすすめです。今いろいろ食べ放題でいろいろ規制がかかってなかなか行きにくいと思うんですけど、もし規制とか自粛開けたら行ってみてほしいなっていうのがあって、あと、食べ放題で、まあ、自分とかなんですけど、ステーキガストでパインとミニトマトが食べ放題なんですよ。でパインって、結構食べ放題のパインってなんかふにゃふにゃやったり、水分が抜けたりちっちゃかったりすると思うんですよ。何回もおかわりいかん、おかわりいかんとあかんみたいな。けど自分のところは結構でかいんですよ。なんやろ、どんぐらいやろ、10センチぐらい、10センチぐらいあって、でもうかぶりつけるようになってて、すごい美味しいなと思って、マジで行ったら、前の動画でも結構写真載っけたんですけど、もうパイン、30個ぐらいは行ってます。30個食べて、ミニトマトも40個ぐらいは余裕で食べてますね。ほんまにあそこは聖地だと思ってるんで、お金ない方とか、まあ野菜取りたいなーけど、なんか自炊するのめんどくさいとか、気分が乗らないとか、そういう時あると思うんで、そういう時に結構おすすめやと思います。で、まあ気分によっていろいろ変わるんですけど、どっか行きたいなーとか、あとは寿司食べたいなーって時は、まあかっぱ寿司もいいんですけど、まあ、スシローとかハム寿司行っちゃいますね。でもやっぱ一番はスシローかな。あんだけサイドメニューがあって、で、まあ、唐揚げ美味しいし、味噌汁も種類あるし、ラーメンまであるし、うどんとかすごいいいなと思って。まあ、最近は行ってないですけど、でもこの前行った時に、なんか味噌汁頼んで、まあ、自分はいつも味噌汁頼んで、結構味噌汁ってあれいっぱい味濃いじゃないですか。結構味濃いから、何杯もおかわりするの、塩分過多になってますし、結構お金かかるし、1杯280円プラス税やったっけな、でもそんぐらいかかるんで、味噌汁いっぱい頼んでちょっと飲むんですよ。ちょっと最初飲んで、あとはあの近くのお湯、あのお茶を入れるお湯あるじゃないですか。グーッと押して、あの結構硬くてうーっと押してたら、あのずれて指がチチチチってなるやつ、はい、でそれでやってますね。それで1杯2杯3杯ぐらい寄せて、4杯目になってくると結構味も薄くなって、何飲んでるのか分からなくなるんで、そこはもうお腹いっぱいってことでトイレに行きますね。で、あとはガリ、卓上のガリ、あれ結構なんかたまに開けたら、あれこれなんかおばあちゃんっぽいな、なってねみたいな、しょれてるやつとかあると思うんですけど、自分はそういうの関係なく食べちゃいますね。ガリって美味しくないですか？結構甘いけどね、結構甘いけどガリって美味しいなと思って、ガリと味噌汁だけでも十分かなって、寿司絶対見ないやろみたいな感じなんですけど。
で寿司食べて、ガリ食べて、ガリ結構食べてますね。前にも動画に言ったんですけど、あの黒色のあのやつあるじゃないですか、黒色の箱みたいな、あれはもう全部なくします。もう友達とか、まあみんなで行ったら、こいつどんだけガリ食うねんっていう感じで、いつも、なんか変人扱いされるんですけど、まあでも、美味しいからいいかなって思ってます。であとは、まあ、スシローはでもそんな感じですかね。あと赤エビと、赤エビが美味しい、赤エビがすごい美味しい。で皆さんはその赤エビとかエビの甲羅、あの下の甲羅っていうか殻食べられるか分かんないですけど、あの殻美味しくないですか。あの殻、例えばあのスシローの唐揚げでエビ丸々の唐揚げあるじゃないですか、分かるかな、有頭エビ3本入りみたいな、知ってある方はいると思うんですけど、あれの、もう殻ごと全部食べるみたいな、あれはでも殻ごと食べる専用か、あれは違うけど、赤エビとか生エビとかのあの尻尾、王の方の殻を食べるのが好きです。すごい。でだから市販でいろいろエビとか買った時に、安くてセールでやってやって買った時にはもう殻も食べちゃいますね。なんかアスタキサンチンがわからんけど体にいいんかな、まあでも悪くはないよねと思って食べてます。あとスシローがやっぱり1位ですね。でまあかっぱ寿司で言ったら、かっぱ寿司もうまいですよ。かっぱ寿司もうまいしネタも多いんですけど、あでもカニ味噌、かっぱ寿司のカニ味噌って美味しくないですか。これでも見てやる方がいるのか分かんないですけど、俺かっぱ寿司って言ったら必ずカニ味噌は3つぐらい食べてやりますね。あ食べてやりますねって、俺が食べてるんやけど、食べてますね。で俺のお世話になってる人とか、かっぱ寿司で、寿司行ったらもうカニ味噌しか食べへんっていう人いるんですけど、ほんますごいなと思って、でもカニ味噌それほど美味しいと思います。ああいうのって何なんでしょう。なんかウニとかイクラとかよくチューブとかでごまかしてるとか、あとは薬品とかでごまかしてるみたいなあると思うんですけど、それってどうなんかな。まあでも美味しいからいいよね、結局ここに至ると思います。あと外食してる時ってテンション高いから何でもいいみたいな最悪ね。俺の場合結構毎日節制してたり食事制限してるんで、なんかすごい何でも美味しいというか、誰かと食べる飯が美味しいなっていうか、そんな感じ。何でも美味しいです、誰かと一緒に食べたら、仲いい人とね。であと寿司食いたいなっていう時はそんぐらいで、あとは何やろう、サイゼとか相模とか、まあ、近くにあったりするんですけど、それはあんまいかんかなっていうか、やっぱ食べるならいっぱい食べたいっていうのが大きいんで、そうっすね。ラーメン屋さんもあんまいかんし、パスタもいかんし、あとは焼肉のチェーン店とか食べ放題やったらそうかな、そんな感じっすね。皆さんど、なんか自分みたいな、なんやろ、お金収入あんまなくて一人暮らしの方って何食べてて、なんかおすすめとかありますかね。自分は今言った感じで大してないんですけど、でも一つ一つがだいぶ濃いかなって思ってるんで、いいかなって思います。いいかなっていうかよくいいんか分からんけど、でも外食っていいっすよね。食べてるとすごい気分上がるし、なんか頑張ってる自分にご褒美みたいな、生きてる自分にご褒美みたいな、あとダイエットされてる方やったらなんか息抜きみたいな感じで、すごいおすすめです。おすすめですっていうか、いい外食っていいよねって話。あとは肉食いたいなっていうか、そういう時ないっすか。俺は結構肉食いたいなっていう時があって、まあそういう時は今はあんま行ってないですけど、焼肉、今何やろ、デンとか、牛角はいかんな、やっぱデンっすかね。デンでなんか肉いっぱい頼んで、
あと、ああいうのってサラダとかすごい多いじゃないですか。サラダの種類ほんま、なんとかチョレギサラダみたいな。すごい多いし、そういうので、わ、めっちゃいいなと思いながら食べてて。しかも肉も結構、焼くと油も結構落ちていい感じになると思うんで、まあ種類にもよるけどね、誰と行ったかにもよるし、結構すぐ焼いて食べたい人とかいるし、そういう人とかと言ったら結構ああもったいないなって思ったりするんですけど、まあでもそれはそれは楽しい、それはそれで楽しいからいいかなって思いながらいつも食べている感じですかね。みんなどこ行ってあるんですかね。俺の友達とかは結構ラーメン屋さんとか行ったりしてあるんですけど、まあ、俺はそこまでラーメン食べたいっていう欲はそこまでないんで、あと何でしょうね。甘いもの食べたいな、甘いもの食べたいなーって時は、いやでも食べ放題、佐渡の食べ放題のソフトクリームで事足りるな。佐渡のソフトクリームめっちゃ美味しくないですか。話全然ちゃうんですけど、めっちゃ美味しくないですか。あそこの、チョコレートソースみたいな、ああいうのをかけて食べると、いやマジでなんか普通のパフェ、なんかどっかの店のパフェと引けを取らんなみたいな、まあどっかの店のパフェも食べたことないんですけど、まあ強いて言えば織姫ぐらいかな、あのクソでかいやつ。あのソフトクリームは美味しいですね。なんかソフトクリームでも、まあ例えば結構安くで出してあるソフトクリームとか、まあ、食べた瞬間わかるじゃないですか。ああなんかチャリチャリしてんなーっていうか、いやすごい、なんていうの、水っぽいっていうのかな、シャリシャリ、けど佐藤のソフトクリームはどこ全部そうってわけじゃないかもしれないですけど、すごいクリーミーで、なんかなんやろ、口にまとわりつくみたいな、すごいブワーっていうか、その味 すごい美味しいなと思いながら食べてます。でも将来俺が、まあ、YouTube で、まあ、まずは YouTube で稼いでて行きたいなと思ってるのが、まあ、マッスルグリルさんの影響なんですけど、シズラーとモーヤンカレー、シズラーとモーヤンカレー、これは2つは絶対行きたいなと思ってて、シズラー行きたいですね。しかも何やろ、あさみさんとか井上さんの動画でいろいろやってたのは、すごい種類半端ないじゃないですか。しかも2500円ぐらいかな、値段的に。なんで、シズラ、行ってみたいですね。東京、どこにあるんかな？ここら辺にはないかもしれないですけど、東京かな？東京。まあでも将来東京には住みたくないな。でも、人大嫌いなんで、人混みが大嫌いなんで。あとはまあ稼いでったら、そう、モーヤンカレーね、モーヤンカレー。モーヤンカレーはほんまに美味しそう。マジで美味しそう。ずーっとなんか動画見て、マジ食べたいなと思いながら。カレーっていいっすよね。マジでカレーって美味しい。あ、そうそう、最近ハマってる、あれ、飲食店、言うの忘れました。カレー、インドカレーめっちゃハマってます。めっちゃハマってます。インドカレーの、なんやろ、ナンおかわり自由じゃないですか。あれもいいかなって。で、カレーとかは、まあバターチキンカレーとか、まあシーフードカレーとかも美味しいと思うんですけど、まあ美味しかったんですけど、現に。甘くてね。なんかコクもあって。けど、やっぱりインドカレーって言ったら、そのスパイシーな。この前食べたのであったら、何やろ、マートン、なんか羊、マートン、ムートンか、それ。いや、それラッパーか、分からんけど、ムートンカレー、
ムートンカレーか、ムートンやな確か、カレーあってすごい美味しかったんですよ。めっちゃコリ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 してて、いやマジうまかったな。しかもああいうところの店員さんってめっちゃ気さくじゃないですか。まあ店舗によると思うんですけど、基本的にそういう 中東の方、インドの方分からんけどが経営してやるのか分かんないんですけど、でもそっち系の日本人じゃないなっていうので、なんかいいんすよあの雰囲気とかね。分かる人いるかな。例えばそのカレー屋さん行って、そこおかわり自由のスープが飲めるみたいな、あとは卓上にそのメッセージ付きのなんかメッセージ書いていいよみたいな、感想、料理の感想でも何でも、あったことでもいいし、その自分の思ってることでも書いていい、あのなんとか落書きノートみたいなのあるんですよ。あったりするとこも多いと思うんですよ、そういうのって。そういうのがいいなっていうか、あと家族ぐるみで経営してやるのかな、多分そういうとこ多いと思うんですけど、家族で経営してやる人とか夫婦でね、あとは子供がなんかそこら辺走り回ってるみたいな、あの雰囲気もいいんすよね。俺も後ろを回ってなんか走りたい気分、走り出したい気分。いやこう俺が走ったら変なやつやな、けど走りたいんすよ。であとなんてあれ、なんなんでしょうね、本当なんなんでしょうね、ダジャレじゃないよマジで。ナンはね、なんて言うんでしょう、美味しいよね美味しい、なんて言うの、こんだけでかいじゃないですか。カロリー的には多分めっちゃ高いと思うんですよ。なんかあの上に油みたいに乗ってるし、けどマジで俺がもし彼女できたらインドカレー行きたいですね。カレー屋さんに行きたい、カレー屋さんに行って、カレー食べたい、カレー食べたい、食べ放題もいいけど、佐渡とかもいいけど、カレー屋さん行きたい。マジでカレー屋さんいいなと思って。まあそんだけなんですけど、あとマッコリ、マッコリやったっけ？マッコリはお酒っすね。あれヨーグルトに砂糖入れて、あラシ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 、誰し、あのマダガシようわからんけど、そのラッシー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 良くないですか。ラッシーめっちゃ美味しくないですか。で俺はすごいラッシー、なんか最近なんて言うんでしょう、なかなか初めて飲んだっていうか、名前は聞いてたんですけど、最近初めて飲んですっげーうまいなと思って。いやマジラッシーって、すごい美味しいですよね内容はなさすぎやろ。なんか普通のラッシーもうまいんですけど、皆さん何が好きですか。ラッシーの中でいろいろあると思うんですよ。俺はマンゴーラッシーが好きです。マンゴーラッシーがうまい、あれってほんまにいいですよね。なんかカレー屋さん、カレーと辛いカレーね、辛いカレーにわざわざ一味入れて、で何も2枚ぐらいお借りして、辛いなって思いながらナンを食べるっていう、あ、じゃあナンをどんだけ食べる、あのラッシーじゃなくてラッシーやったっけ、なんか、ね、ネッシーを飲むみたいな、すごい良くないですかあれ。いやなんかあれでもう作品かなって、料理ってやっぱ作品かなって思って、すごい楽しいなと思いながら食べてるんですけど、で食べ終わった後もうなんかごちそうさまって言ったら、あいよお兄ちゃんまた来てみたいな、あいよお兄ちゃんまた来て、なんかノリがね、日本人、まあ人によるけど、日本のその固い風習とか固い感じじゃないんですよね。また来てみたいな感じ言ってくれて、そこが嬉しいなって、なんか全部で気持ちよくなるみたいな、でそのままもう寝るみたいな、最高ほんまに。でカレー屋さんが一番最近めっちゃハマってますね。めっちゃ余ってます。そこまで行ってるってわけじゃないですけど、カロリーも高いし、けどマジでハマってますね。であとまあそれに付随して地方とか行ったりすると、地方とかまあ田舎とか、なんか老夫婦が経営してある老舗って言ったらあれですね、ちょっとボロい
定食屋さんとか定食屋、うん、ああいうとこは俺めっちゃ好きで、めっちゃ好きで、なんて言うでしょう、落ち着く人もあんま少ないし、その老夫婦かそのまあなんか夫婦ご夫婦も優しい方結構多くて、うん、まあそうじゃないとあんだけ続いてないと思うんですけど長い間で、そういうとこってまあなんか思った以上にメニューも多くて、でまず量がなんか多いんですよ。なんか俺用に多くしてあるのか分かんないですけど、俺結構食うんで、しかもまあそれなりに大きい方やと思うんで、いやマジで結構大盛りのとこ多くて、まあ、全部が全部行ったことないんですけど、いやああいうとこほんまいいっすね。なんかテレビも昔のテレビが流れたり、あとは雑誌、アンパンマンとかなんやろ、バイキンマンとか、あとはキティちゃんとか、こんな雑誌読むかっていうか、まあ、それを手に取ってる自分はいるんですけど、うん、やっぱ読んじゃうよね。でそういうのをそれでなんか少年心、うん、5歳ぐらいの記憶を思い出しつつ、ああの時もそれなりに楽しかったなと思いながら、まあ親子丼かうどんを食べれるっていう、うん、変わってるな、だいぶ変わってる、キモい、うん、けどそういうなんていうの、少年心を思い出させる、あとはその老夫婦がやってあたり、そのちょっとおばあちゃんがやってあたりとかね、あったかいんですよ、あったかい、あったかいとこ好きなんですよ、うん、すごいあったかい、なんか人っていいなと思いながら、あの戸を閉めるんですけど、また来るねっつんながら、うん、いやああいうとこいいっすよね、うん、なんか頑張れ頑張れって、俺も頑張るから頑張れみたいな言いたくなるお前何様やねマジ、うん、まあけど言いたくなりますね、うん、でまあそんなそんなもんすかね、まあ、今思ってるのはそんぐらいかな。いやでも外食ってやっぱ、うん、すごい楽しみっていうか、うん、なんやろう、やっぱいいっすよねほんまに。なんか喋っててこうやって、まあ俺も結構途切れ途切れ喋ってると思うんですけど、結構気持ちよくなってんのよ今なんかいろいろ喋ってすごい楽しいなと思いながら、やっぱこういったなんていうの、想像楽しいことでいろいろ語って、まあ視聴者さんは多分見てないと思うんですよここまで、もし見てくれたらほんまありがとうございます、ほんまにありがとうございます。あれあのなんか外をあのアメちゃんまたあげるからねほんまにすごい楽しくなるみたいな、楽しくなるんですよ結局ね、喋ってるこっちがもうなんか笑顔が止まらんみたいな、そういうのでいいなって。あ、すいません、でも最近、行った中で、あとピッコロポスコ、あれなんていうの、あれあれ、いっぱいメニューがあるとこ、すごいメニューがあるとこあるじゃないですか、あのベビーフェ、ベビーフェ、ベビーフェです、ベビーフェすごいなと思って、皆さん行ったことあります、あるかベビーフェは。なんかお金ない方、自分みたいな方でも結構おすすめと思います、めっちゃめっちゃおすすめと思います。なんか種類もめっちゃあるんですよ、種類もめっちゃあって、であとはうん、クオリティも高い、全部食べたことないけどね、食べたことないけど種類もめっちゃ高い、あるし、レベルも高いし、あとは店員さんが可愛い、あそれはこう店によるかけど、うん、店員さんが可愛いじゃないわメニューが多い、オムライスとかパスタとか、あとは何やろ、なんかガパオライスとか多国籍料理とか結構あるんですよ、オムライスとか、あれじゃない、多国籍ガパオライスと、あとはなんかカレーとかもあるし、カレーあったっけな、多分あったな、そういうのもあるし、あとケバブっていうかね、まあそういう系多国籍料理とか結構あって、いやマジですごいなって。でサイドメニューとかも、ピザ中にチーズが入ったピザとか、もう俺全然行ったことないんですよ、全然行ったことないけど、人生で2回ぐらいしかないけど、サイドメニューで
その中にチーズが入ったあのピザもうすごい美味しいし、うん、安いしね、しかも。あとポテト、あのカリカリのポテトあるじゃないですか。マックのポテトやったらあのピーンってなってて、あのしおれたり、まあ、ちっちゃいやつやとパリパリにあると思うんですけど、なんかこんだけなんか揚げるみたいな、なんかでも焦げてない、うん、みたいな感じ。まあ例えるとしたらなんやろ、彼女がね、好きな彼女がめっちゃ肌が黒いと、めっちゃ肌が黒いとしましょう。めっちゃ肌が黒いけど、なんか近くに見ると、あ、じゃあ普通に黒い、めっちゃ黒いんですよ。とにかくなんか山はみたいな、めっちゃ黒い、こんだけ今の時代こんな黒くするみたいな感じなんですよ、遠目で見たら。けどいざこうやって自分の近くでこうやってご飯とか食べてたら、あれ、なんかガングロ卵ちゃん見てて可愛いやみたいな、わかるかなこれ、あれガングロ卵ちゃんで見たい、あのわかるかな、だガングロ卵ちゃんって、あ、おでんくん可愛くない、あ、いやマジでおでんくんは 今も夢に出るんですけど、あ、じゃなくてガングロ卵ちゃんは可愛いんですけど、うん、でもそんな感じ、うん、まあでもそんな感じです。え、あ、ポテト、そう、こんだけ焦げてるのに、なんか焦げてる感じやのに、なんか全然サクサクみたいな、はい、なんかそんな感じ。いや、そういうのでベビーエめっちゃおすすめです。うん、なんか安いしね。でもまあ安い麺って言ったらあんま人生で行ったことないけど、まあ、最初に言ったあのあれっすね、サイゼリア、サイゼリアはすごい安い。なんか普通に前記憶曖昧なんですけど、まあ5、6品頼んでも1500円ぐらいとか、多分そんぐらいだと思う、うん、めっちゃ安くないですかサイゼって、うん、これも結構自分みたいなお金ない方とか、あと一人暮らしされてる方とか結構おすすめです。結構種類も多いしね、パスタとか。あとはやっぱミラノ風ドリアね、やっぱ行ってみたいやん、口でミラノ風ドリアって。店員さんキャーで何にしますかっつって、ミラノ風ドリアでって、俺だけ、あ、まあでもそれはすごい美味しそうやなっていうか、うん、すごい、あ、お得やったなっていう恐怖しかないです。あとは店員さん可愛い、うん、そんなとこっすかね。でもいろいろ喋ったんですけど、皆さんこうやって一人暮らしされてる方、どういう一人暮らし、どういう飲食店が好きっすかね、気になりますね。安いとこあったらまた教えてください。で、まあこんなん見てくれる方いるかわかんないんですけど、もし見てくれたらありがとうございます。すごい俺は、まあ、将来の自分のために残してるんで、もしこれで見てくれたらすごい嬉しいんですけど、うん、でも今いろいろ話して結構気持ちよくなりました。うん、いい夢見れそうです今日も。じゃあおやすみなさい、バイバイ。